ノーサイドゲームは、池井戸淳の小説。2019年6月11日に、ダイヤモンド社から単行本が刊行された。2019年7月期に、TBS 系で、大泉洋主演で、テレビドラマ化された。時は自動車経営戦略室次長の君島隼人は、滝川慶一郎が出した、風間商事買収案件に反対する、意見書で、滝川と対峙していた。 この案件は結局取締役会で見送られたが、それからおよそ3ヶ月後、君島は横浜工場総務部長に左遷させられる。横浜工場総務部長は、時は自動車のラグビー部、アストロズのゼネラルマネージャー兼務と決まっていて、君島はラグビーについて全くの素人ながら、着任早々監督選びに悪戦苦闘することになる。 アナリストの桜太やキャプテンの岸和田徹の助言を受けながら新監督はサイモン拓マに決まる。新生アストローズが指導し会進撃を続け、サイモンが監督に就任して1年目のアストローズは3位の成績に終わる。そして、君島は元上司脇坂健治から見送られたはずの風間商事買収案件が復活したことを聞く。その後、 脇坂は君島に経営戦略室に戻るように伝えたが、君島は横浜工場の総務部長として、またアストロズのゼネラルマネージャーとしてやり残したことがあると伝える。滝川は取締役会で風間商事買収を提案しまとまりかけようとしたところ、脇坂に風間商事に関する経営情報報告で不備な点を指摘されたことで白紙となる。これをきっかけに、 滝川は、社内での信用を失い関連会社の社長に、転出し、脇坂は、立場が入れ替わる形で常務取締役に昇進する。脇坂が、常務取締役に就任してからは、アストロズの強化費削減をし、アストロズを廃部に持ち込もうとして、アストロズは苦境に立たされる。そして、脇坂は、アストロズの強化費削減案を、取締役会に提案したが、君島が、 アストロズの存在証明と日本集休協会に戦いを挑んでいることの説明に社長の島本が同意したことで提案は退けられる。その後に君島からのコンプライアンス問題に関する報告をしたことで脇坂は常務取締役の役職を解くことになる。同時に日本集休協会の定例会議で専務理事の起動は プラチナリーグ改革案と会長の富永の解任を提案し、理事たちの賛同を得たことで、プラチナリーグは変化しようとし始める。サイモンが監督に就任して2年目のアストロズは、念願かなって優勝し、その4ヶ月後に、君島は経営戦略室長のポストに移動し、アストラズ部長職を兼務することになる。 2019年7月7日から9月15日まで毎週日曜21時から21時54分に t b s 系日曜劇場を枠で放送された。主演は大泉洋。日曜劇場での池井戸原作作品は半沢直樹、ルーズベルトゲーム、下町ロケット、陸王、下町ロケットに次いで6作目で全5作と。 共通したスタッフで制作された。東京都府中市が市民だからエキストラを募集するなど、ドラマを盛り上げる取り組みを進めており、同市を本拠地とする、ジャパンラグビートップリーグ、東芝ブレーブルーパスのラグビーグラウンドが、アストロズの練習場に選ばれたほか、府中駅周辺で、市民に親しまれている欅並木も撮影で使用され、 各場面で登場する。また、プラチナリーグの試合会場となる、時はスタジアムとして、熊谷ラグビー場が、ロケ地に使われている。アストロズのメンバーを演じる役者は、友部役の工事徳田を除き、全員ラグビー経験者で構成されている。また、放映時期が、日本で開催された、ラグビーワールドカップ2019の開幕直前だった、こともあり、本作が、 同大会を盛り上げるのに寄与したとの言及もあり、実際に予選プール A の日本対スコットランド戦にて日本代表が勝利し決勝トーナメント進出が決定した後、ドラマの主題歌である馬と鹿が会場に流れた。2020年4月19日から放送開始が告知されていた半沢直樹が新型コロナウイルス感染拡大の影響で初回放送の延期が発表され、 本編放送に先立って4月5日と12日に放送される予定であった2013年版の特別総集編も合わせて7月5日と12日に延期となったため2020年4月26日から5月24日の20時から21時54分に未公開シーンや大泉のナレーションを加えて再構成した特別編が代替番組として放送された最終夜では 挿入歌として、松藤由美のノーサイドが使用された。キャッチコピーは、誇れる自分であれ。原作でも登場したキャストについては、登場人物の項目を参照。時は自動車アストローズ部員君島やサイクロンズその他、ゲスト特別編。ありがとうございます。